1920年、若杉金目7月9日から1943年12月9日は、日本の外交官。中アメリカ合衆国講師。熊本県出身。1906年、東亜道文書院を卒業し、外務所規制試験に合格した。1911年、オレゴン州立大学を卒業し、さらに1914年には、ニューヨーク大学を卒業した。 1917年、外交官を及び領事官試験に合格し領事官補となった。イギリス大使館3等書記官、ロサンゼルス領事、外務書記官、第2課長、同第1課長、イギリス大使館2等書記官、同一当書記官、サンフランシスコ総領事、中華民国公使館1等書記官、同大使館3時間、上海総領事を歴任。 1936年、ニューヨーク総領事に任命される。1940年に退官したが、1941年、特命全権行使としてアメリカ合衆国に派遣され、日米交渉に当たった。若杉は、ニューヨーク総領事として、米国での反日宣伝活動を調べていく上で、アメリカ共産党の存在に気づき、 南京戦直前の1937年11月26日、広田後期外務大臣宛に、事変に関する対日運動一覧表の機密文書を送った。文書は、シナ事変以降露骨になっている、米国在留中国人が、在米中国大使館と連絡を取りながらの、抗日運動は、中国人とアメリカ共産党系の反日宣伝の影響であって、 米国世論を代表しているわけではない。米国を反日だと思い込んで、米国と対立したら、中国とコミンテルンの思う壺だと訴えていた。若杉は、翌1938年7月20日にも、宇垣一世外務大臣に対して、米国内の反日宣伝の実態を分析した、報告書を提出、この絵内閣に対して、ソ連コミンテルンと、 アメリカ共産党による日米分断策動に乗らないよう訴える。1939年9月、若杉が総領事を務めたニューヨーク総領事館は、米国共産党調書を発行し、米国共産党による対米工作の実態をまとめ、翌年7月25日に松岡洋介外務大臣に、米国内の反日演習運動という報告書を提出した。 米国における反日、中国支援活動は大統領や議会に対して強力なロビー活動を展開し効果を上げているだけでなく新聞雑誌やラジオ、中国支援集会の開催などによって一般民衆に反日活動を拒水している。この反日活動の大部分は米国共産党コミンテルンがそそのかした。目的は中国経済を名目にして 米国民衆を反日戦線に巻き込み、極東における日本の行動を牽制することで、コミンテルンによるアジア共産化の陰謀を助成するもの。中国救済を名目に各界に入り込もうとする、米国共産党によるトロイの木馬作戦の成功例が、中国大陸での日本軍の残虐行為を非難する、米国著名人団体、日本の中国侵略に加担しない、アメリカ委員会。 共産党関係者を表に出さず、ヘレン・ケラーといった社会的信用がある、リベラル俳優指揮者を前面に出すことで、政界、宗教界、新聞界をはじめ一般知識人階級に浸透。共産党のこのような作戦に気づいて、苦々しく思っている知識人もいるが、一般民衆の反日感情のため、反日親中運動に対する批判の声を出しにくくなっている。 ありがとうございます。